はい、皆さんこんにちは。チームハロンズ黒川です。ドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日ロンドン市場の見通しとなります。まずは結論から。はい、2時間足ボリンジャーバンドトレンドなしのニュートラル状態、一目均衡表上昇トレンド進行中、ストーキャスティクス売りシグナルが点灯ということで、はい、2時間足ベース方向感のないレンジ内での動きかなという感じがしております。それではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。はい、まずは2時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す21本移動平均線、真横を向いております。トレンドがない状態。その中、ローソク足だと言いますと、はい、21本移動平均線、下抜けトライ中ということで、トレンドがない中、若干売りバイアスが強いのかなという感じがしております。はい、教えたけストキャスティクス。変わりすぎの判断基準になります。8% ラインよりも上でデッドクロス、売りシグナルが点灯ということです。はい、続きまして、2時間足、一目均衡表ですね。形状から言うと上昇トレンドの形状。ただ、ローソク足ですね。ローソク足が現在、サポートラインとしてワークしている転換線、基準線を下抜けトライ中ということです。これ、終値ベースで下に抜け切ったら売りが加速する可能性も十分考えられるかなという感じがしております。はい、それでは本日のロンドン市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。133円の45、133円の45レベルですね。これは何かと言いますと、4時間足、21本移動平均線レベルということです。続きまして、レジスタンスラインなんですけども、本日の高値レベル、134円の47レベル、134円の47レベルと、個人的には考えております。はい、本日、ロンドン市場の予想レンジということで、133円の45レベルから134円の47レベルです。はい、ポイントですね。アメリカ CPI 前に調整売りはということで、はい、本日21時30分に、ビッグイベント、アメリカ5月 CPI が発表されます。はい、マーケットがかなり注目している、経済指標ですので、結果を受けてマーケットが大荒れになる可能性が高いと思います。はい、CPI 前に調整売りはということなんですけど、そうですね。はい、日足8時間足、4時間足、2時間足、60分足のストキャスティクスはすべて売り、シグナルが点灯しておりますので、はい、調整売りが起こる可能性はあると思います。ただですね、ちょっと、個人的には、イベント前なんで、あまり動かないのかなという感じがしておりまして、発表までは、方向感のないレンジ内での動きかなと個人的には考えております。はい、そういうことで今ご案内した通りですね、本日6月10日21時30分にアメリカ5月 CPI が発表されます。本日21時開始の、ライブ配信番組内で結果と市場の反応をリアルタイムでご紹介します。またリアル講座で結果を受けたスキャル取引も行う予定となっております。開催 URL は番組最後に貼り付けてあります。お時間がありましたらご視聴の方よろしくお願いします。本日は以上となります。